あれじゃ体がいくつあっても足りねえぞ。根性任せの原始的な戦法かもしれねえ。パワーの一歩が対抗するにはこいつは一番の作戦かもしれねえ。この試合どう転んでも判定はねえ。よっしゃ、そのまま試合連打さえ取れれば互角の勝利だ。ねえ、おっと、トズマ頑張れ。俺たちが応援待ってるぞ。あ、またもろにもらいやがった。どっちが勝ってると思う？だとしたら1ラウンド目からダメージを持ち越している一歩の方が分が悪いぜ。一歩、根性見せろ、ぶっ倒せ。どんなに痛くても痛くないと自分に言い聞かせるんじゃ。なあ、打ち続けていたら僕の方が先に。ダメージは幕の内の方が上のはず。そんなバカな、顔色も変えずに打ち返してくるなんて聞いてないのか。そんなはずはない。なはずは聞いてないぞ、聞いてないぞ。まだ打ち返してくるのか。死ぬな、オズマ。幕の内は虫の息だ。苦し紛れの玉砕作戦なんだ。幕の内は僕以上に苦しいはずだ。強がっているだけだ。プレッシャーかけろ。うしゃい、うしゃい。いつも引かねえもんだ。勇気あるぜ。聞け、幕の内、ぶったぜ。フィニッシュだ、オズマ。おお、やり返した。まだまだやれるぞ。まだだ、まだ大丈夫。聞いてない、聞いて。ここだ、ここで決めないと。もうこっちが聞いて。まだ聞いて。勝った、今のは決定的だ。いくらなんでも建前。目の前がグニャグニャしてる。なんだか気持ちよくなってきちゃった。立ち、叩くか。小僧、どうした。貴様の根性はそれっぽっちか。俺じゃもし立ててもすぐに倒されちゃう。倒れたのは僕なのに、オズマさんも聞いてるんだ。立てれば、立てさえすればチャンスはあるかもしれない。立ってくれ、一歩。立て、立った。なぜ立てこれる。あります。僕のパンチは効いていないというのか。オズマチャンスだ。よくれすんな。一回倒せば勝ち。よく立ったけど残り1分近くあるぜ。くそ、しっかりしよう。しっかり相手を見るんだ。オズマ、相手は蹴られたぞ。勝てるぞ。もう一度倒せば僕の勝ちじゃないか。しまった、力んで体が流れた。会長、ダウンを奪いましたよ。おお、でかした。倒すのを意識しすぎて大振りになった隙を突きを、たった一発で試合はひっくり返してまった。もう一息のところまで追い詰めなんてねえか。このまま負けしまっていいのか。立つんだ、オズマ。オラたちが追えすねえってどうする。オズマ立て。みんな、すごい手応えだったのに。オズマの根性を見せやがった。ものすごい手応えだったのに。なんて気迫だ。でも僕だって負けられない。両方フラフラだ。もうどうなるか分かっ、あと一回ぶっ倒せば一歩の勝ちだぜ。バカ、一度ダウンしてるのは一歩も同じだ。一歩、もう一押しだ。叩き込め。オズマはボディが効いてるぞ。あら、狙い腹。くそ、勝っただけでも身の毛がゆだっちまう。あったらパンチもらったらもう耐えられねえ。ボディのダメージがあるのにフックの切りは最後。オズマの執念も凄まじいわい。全パンチ衰えてねえよ。俺が先に当てた方が勝ちだぞ。いけ、一歩。負けるな。俺様の試合はいつになったら決まるんだ。中村さん、それ今関係ないっす。ああ、汚ねえ、肩でロープに押し付けやがった。いや、あれもテクニックだぜ。オズマも苦しいんだ、攻めろ。まずい、もうこれ以上は。バカ野郎、何やってんだ。この小物が。逃がすんでね、そのまま倒しちまえ。一歩君が打ち負けた。さすがに限界が。気力で打ち返せ。手を止めるな。勝つんだ、ママさんとみんなと約束してた。いいだぜ、一歩。ダメだ、完全に近まった。これで終わりだ、マクノウッチ。直撃だ、僕の勝ちだ。オズマのフックを攻略したか。全ては俺様のコーチのおかげだな。フックをかいくぐってボディへアッパー、そして最後の連。信じられない、
何度も何度も。あれ、向こうのコーナーに挨拶に行ってこうか。頭じゃなく体が覚えているものしか役に立たん。そうか、一度目のダウのボディブローで痛めてたんだな。ベニシのミニフックのスピードがわずかに落ちたのはそのためか。幕の内のパンチ、ベリーストロング。そう、オズマが負けるなんて信じられなかった。オズマ、いい試合だったぞ。こんなにショバクレンザー、また後楽園ホール行こうよ。お前の試合見に来るぜ。オズマ、すごいですね、オズマさんへの拍手。オズマも一歩ほどの強打者と対戦するのは初めてだった。リターンマッチやったらどうなるか分かんねえな。あれ、皆さん待っていてくれてたんですか。ひでえ面だな。疑いすぎなんだよお前。でもただいま。おかえり。遅くなるからいらないよ、行ってきます。いや、プロになった姿を見るのは初めてですからね。しゃあ、空いてるうちにとっとと席に座っちまうか。はい。さすが高村さん、有名だよな。僕のこと覚えてくれた人もいるみたいだ。ん？あの自転車の子だ。うわあ、何するんですか。好みか。え？そうか、一歩も男だったんだね。だから違いますって。 E の18番ってこの辺りですか。 E の18。足ならあんなパンチ簡単にさばけるじゃないか。どうしちゃったんだ。これじゃまるでインファイターの試合だよ。刺さってる。以前よりスピードも破壊力も数段上だ。それが致命傷になる相手だっているからね。でもなんであんな打ち合う試合を。鉄筋戦やラフファイトを身につけた上にカウンターも鋭くなってやがる。人事じゃないぞ。あの姿は宮田君が勝ったのにファンじゃなかったのかな。人が真面目に話してる時に。でこの花は避けちゃいます。8回戦に上がったってのにもう少し後輩を見習ったらどうだ。しゃあね、俺たちも動くか。ええ、一歩くんがいい刺激になって活気づいてきましたよ。各方面に交渉してはいるんですがね。いいってことよ。よう、頑張ってるね。あ、藤井さん。相手の選手は血だらけ、凄まじい KO だ。天時代かなりの成績残してますからね。見るかい、君の次の対戦相手だ。吉田はインターハイで2年連続準優勝してるからな。そいつに勝ったんだ。小橋ってやつも相当。まあ見てくれと強さが比例するわけじゃないからの。おい、なんでそこでクリンチなんだ。そんな打ち方じゃ効かねえよ。腰を入れろよ、腰を。吉田の野郎、平気な面してるぜ。ジャブとクリンチを繰り返す単調な試合ですね。よかったな、次の試合は楽勝だぜ。自分のボクシングを見失っちゃポイントも取られるわな。シード選手に自分のボクシングをさせないという。うわ、なんだ、女をかき分けて入ってきや。4回戦のくせにガウンター500万で早いぞ。女に囲まれて当然でつらしや。俺はこういうやつ一番許せねえんだ。ミドルらっしゃい、可愛がってあげる。この俺様がつい熱くなっちまった。この早見のためにさっきの吉田はここナンバー2があれじゃ、ナンバー1もたかが知れてるぜ。あ、この対戦相手、なかなか気合入ってるぜ。シュッシュッ、どこまで憎たらしいんだこの野郎。早見なんかぶっ飛ばせ、顔面に叩き込むんだ。ここだ、早見の手から目を離すなよ。レフェリーストップまでに何発入ったと思う。27発だ。
早見はこの素早い連打でインターハイを制した。天賦の際だけなら宮田を忍ぶものを持ってそうじゃわい。決勝で宮田とやるのが目標だからの、気合が入ってちょうどいいわい。時間が遅いから売れ残りしかないな。こちら焼きたてで美味しいですよ。僕のことなんか覚えてないよな。全部で450円。あ、別にその手伝わなくても。はい、全部ありました。やっぱり覚えてないんだろうな。もうすぐ閉店だし、残っちゃってももったいないから。またボクシング見に行ったりするのかな。あり得るぞ、偶然って重なるって言うし。今日もクソ暑いぜ。あれ、一歩は一歩、オーバーワークは逆効果だぞ。ちゃんと休憩挟めよ。おい、なんか妙だぞあいつ。あいつが鼻膨らましてる時はね。最近の張り切りはただことじゃない。本当に違いますよ、信じてくださいよ。だったらこの世界勝ち残っていけねえぞ。その醜いね、男の嫉妬ってのはよ。俺様のファイトスタイルがハーレム作って可愛い子ちゃんがムフフだ。女に関しては青木の言うことを真に受けない方がいい。